ビンスロングにしてはシルエットちょっとちゃうよなってなるじゃないですか。ウィメンズの最大の良さってライナーがないんですよ。お値段がなんと大台を乗ってしまいました。はい、本日ですね、こちら人と被らないバギーズロングを紹介していきたいなと思います。ということなんですけども、こちらパタゴニアのバギーズロングなんですけども、そんな今まで散々やってるやんって話なんですけど、実はこれバギーズロングやのに人と被らないんですよ。何を言ってんのって、新しいバギーズロングな、違うんですよ。これね、実は以前のロフトマンさんで買い物動画行った、これを見ていただいた方は分かるかもしれんけども、ウィメンズなんですよ。要はレディースのバギーズロングなんですね。これがすごい今までのバギーズロングのデメリットを解消してるんですよ。じゃあなんでメンズで出さへんねんっていう話なんやけども、このウィメンズで出してるっていうところが2やなと思うし、もう散々持ってるよと、しかもバギーズロングはロングでちょっとこれが嫌やねんっていうところをしっかり解決してくれてるので、実は公式サイトのレビュー見たんですよ。ほんならやっぱりね、チャレオツおじさんたちはもう買ってたんですよ。僕男性ですけど、これ買ってますよ、実は主人用に買ってますよ、さすがやなって、こう感度の高い人らはもうレディースを履くっていうところをパーンと押さえてんねんなと思ったんですけど、早速ねこれを見ていきたいなと思います。で、カー見てもらいたいんですけど、一応これね、なんとかブラックっていう名前にインクブラックみたいな感じなんですけど、どっちかって言ったらちょっとグレーがかったブラックっていうかグレーです、チャコールグレーみたいな色味なんですけど、ちょっと履いていきます。いかがでしょうか、どうですか、レディースがこれなんて感じじゃないですか。そうなんですよ、逆にねレディースの方がちょっとゆったりしてるんですよ。これね、数字だけ見てたら全くわからないんですけど、また下ね7インチなんですよ。バギーズのこのショーツが5インチっていうのは皆さんご存知ですね。これメンズバージョン、メンズのバギーズショーツは5インチです。バギーズロングに関してはこちら7インチなんですよ。え、ってことはこのウィメンズと一緒やんなってなるじゃないですか。なので公式サイトとかのページ見てるだけでは7インチ、一緒なんやだけで終わるんやけども、こんなもんシャーロック・ホームズじゃないと気づかへんけども、実はこの股髪も少し長いんですよ。でそれでいて横とかにもね、ちょっと一回インしますね、わかりやすく。パンツのシルエット的にこういう感じなんですよ。だからレディースっていうか女性っぽいっていうか、この骨盤のところがね少しふわーっとしてるんですよね。でこれってメンズの最近のちょっとトレンドのゆったりしたショーツ履きたいなんかっていう方には、股下しかみんな見えへんねんけど、7インチや5インチや6インチやって言うんやけど、あ、確かにこの股髪って大事だよねっていうのって思うじゃないですか。で一回バギーズロング入りますね、メンズの。これはこれね、すごいいいんですけど、さっきとやっぱちょっと違うんですよ。同じ7インチですよね。そうなんですよ、同じ7インチやねんけども、やっぱりメンズのってここがあんま膨らみないんですよね。そのままストーンと落ちてるような形になってるので、シルエットが実は違うんですよ。だからバギーズロングって言ってもレディースのやつですかメンズのやつですかによってだいぶ変わってくんねんなっていうのがね、これ面白いなと。まあ店員さんに僕も言われへんかったら、全くウィメンズのバギーズロングなんか履きたいと全く思わへんかったけども、実際履いてみるとね、確かにこれちょっと雰囲気違うなと思うし、あとそれ以外にやったらパッて街中とかで見てても、あの人バギーズ履いてはるわ、これロゴで一発で分かりますよね。ここにパタゴニアってロゴ入ってるから一発で分かんないけども、バギーズロングにしたシルエットちょっとちゃうよなってなるじゃないですか。でだいぶサイズ上げてんのかなと思うんやけども、いや実はサイズってそのまま上げたってメンズのはストーンと落ちてるからシルエットって変わらないんですよね。ただただ丈がどんどん長くなってくるって感じなんやけども、このウィメンズの方はそもそも横にふわーんって広がってるから、いつも履いてるサイズで履くだけでも少しゆったりするし、僕に関しては普段 S 履いてるんですけど、今回これ M なんですよ。だからよりちょっとゆったりしてる感じがあります。で本来これって女性が履く用で作られてるじゃないですか。だからまあ骨盤もそうなんですけど、例えば出産した後の奥さん、女性の方とかっていうのもめちゃくちゃ楽なんですよね。ウエストが伸びるし、あとこの骨盤も広いから、産後とかでなかなかこう体型戻せてない時とかでも全然履けたりするし、もちろん男性なんか妊娠せえへんのになんか妊娠してるお腹みたいな人たまにいてはるじゃないですか。ギクッとしました。そういうのってそれは女子が履けんやったら男性も全然この辺りいけるじゃないですか。なので結構楽に履けるんですよ。それでいてバギーズロングのウィメンズの最大の良さってここじゃないんですよ。シルエットじゃなくて何なんかっていうと、ライナーがないんですよ。でライナーがないっていうと、バギーズでメンズの方皆さん口揃えて言ってましたよね、この内側にあるメッシュ、これってすごいいいんやけども、水陸両用として作られててノーパンで履けるっていうところはいいですし、まあ、お稲荷さん対策ですよねって散々毎年言い続けてて、これはショーツもロングも両方ともあるんですけど、これに関してはないんですよ。それによって街中で快適に履けるっていうのもそうやし、めちゃくちゃ風通りいいんですよ。でえ、なんで風通りいいんやろうってなった時に、やっぱりさっきのシルエットなんですよね。この腰のところまで余裕があるから風がぐるんぐるん通ってくるんですよ。ちょっとライナー内の見てもらいましょうか。これあるでしょ、パーってひっくり返していくと全くライナーがないんですよ。なのでめちゃくちゃ快適、ほんまにこれ1枚だけなんです。で唯一メッシュ使われてるのはこれポケットのメッシュしか使われてないので、
なんていうの、ノースフェイスのバースタイルショーツをもっとゆったりしたサイズ感にしたみたいな。あのノースフェイスのバースタイルショーツ好きな人多いんやけど、あ、これがなパタゴニアにあったらええんやけどなって思ってる人なんかはもうバッチリで、大体どのブランドでもユニクロとか、まあ、GU とか何でもそうなんですけど、おしゃれな人ってなんか男性女性関係なくユニセックスに着るじゃないですか。僕その感覚どうやって普段から見てるんかわからんねんけども、なんかこういう風な感じで履くとね、あのいつもと違う感じで、大事なところってこれだいぶ違う、そのシルエットが違うとかは分かったんやけども、生地ってそもそも違うんかなと思って生地もいっぱい見てみたんですよ。ほんならね、生地の違いっていうところで言うと、フィメンズのバギーズとメンズのバギーズじゃないですか。でこのシワ感とかこの感じっていうと、まあ見た感じはほぼほぼ変わりないんですね。ただそれだけでは分からないんで、厚みをちょっと測定してみて、厚みが一緒ってことはおそらく生地も一緒なんだろうっていう推測されますので、この1枚しかない生地のところで測ってみると、こっちが 0.3 ミリぐらい、 0.306 ミリとかそのあたりなんですけど、バギーズロングのウィメンズの方が3ミリぐらい、多少 0.001 ミリはもう誤差になってるので、まあ多分おそらく一緒なんですよね。まあ、誤差的に言うと 0.0001 ミリか2ミリが誤差になってるんですけど、まあおそらく一緒の生地が使われてるっていう推測ができます。ということはですよ、こちらが機能も一緒ってことじゃないですか。ただライナーがないだけっていうことなんで、機能一緒、これ機能何があったかな、水陸両用や海もプールも使えて街中でも使えるわってことは、これも一緒やし、でこのライナーがない分、下着を履いて街中で履くときにゴワつかへんし、風通りもゆったりしてるから風通りがいい。ジャストサイズやったらこう風が入ってくる隙間がないから、 T シャツもそうじゃないですか。ちょっとゆったりしてることで、逆に涼しかったりするし、ジャストサイズで着ると熱が逃げなかったりするっていうのもあると思うんですけど、よりそういうところでも快適に着れるということで。ただですね、お値段がなんと14,500円なんですよ。大台を乗ってしまいました。でこれがね、唯一のデメリットちゃうかなと思うんですけども、値段が要は全く同じ生地使って、同じワッペンっていうかロゴ使って、他のところで言うと紐とかも同じような紐使ってる、多分同じなんですけど紐使って、パイピングって言って、この先っちょの加工とかまで全部一緒なんやねんけども、たったメッシュがないっていうだけで2000円近く高いんですよ。それがどう感じるかですよね。むしろメッシュなんやで安してくれよって話なんやけども、ただこれパタゴニア側として考えてくると、これ多分バギーズショーツで確か8800円とかそのあたりかな、多分売れる数って桁違うと思うんですよ。例えば1万着売れましたってなった場合と、ウィメンズの方のバギーズロングって1万着も絶対売れないと思うんですね。でメンズと比べるとやっぱり桁が1個か2個違うはずなんですよ。まあ、1000着ぐらいしか売れへんとかってなった場合に、もともと上代から高く設定していかないと、そもそもこれが利益も出ないと思うんです。ただこれに関してはもう薄利やけども、枚数めちゃくちゃ世界中で出るから、多少薄利でも利益がしっかり出てくるよねと。だからバギーズロングのこのウィメンズに関してはもはやこの値段でも利益出えへんのちゃうかなって思うような感じなんですよ。ただ僕ら消費者としては、いやいやちょっと生地なくしたんやから安くしてくださいよと思うんやけども、まあ、その辺はまあブランドさんの事情もあるから、まあ、それがね唯一のデメリットじゃないかなと思います。まあ、あとそれ以外にやったらこうサイズ感的にも、もう短いのが好きっていう人もやっぱいてはるから、まあ、そういう人にはまあ全然向いてないと思うんですけど、ただ例えば今みたいなこの、ね、ちょっとゆったりめの T シャツ着てる時なんかはもうそのままパンって合わせるだけでもうこれで OK っていう感じなんで、使い勝手もいいやろし、非常に涼しい、夏場でも涼しく履けるっていうところが、もうここめちゃくちゃ風通ってきますから、スースーですから、いいんじゃないかなと思います。なので、まあ、デメリットとしては、まあ、そういうちょっと値段的なところがちょっとこう合ってないような気はせんでもないけども、まあ、その辺はブランドさんのこと考えるとちょっともう仕方ない部分でもあるんじゃないかなと思います。でおすすめしたらどういうのがおすすめかっていうと、そもそも女性用やから、女性はもちろんそうじゃないですか。だから奥さんと一緒にお揃いで履くっていうのもできるし、もっと言うとウエストがあんま変わらへんのやったら奥さんと兼用もできるかもしれん。例えば僕これ M なんですけど、奥さんが例えば妊娠しましたと、ちょっとお腹出てきましたと、これ履いたらって言って履かしてあげたりもできるから、男女兼用で使えるし、こっちのメンズの方は履けないんですよ。その骨盤の大きさが合ってこうへんから、女性は履かれへんから、まあ、そういったところで一緒に履けたりもするし、あとまあね、おそらくそのさっき言った生地もそうやから、水陸両用って考えた時にこう、まあ海とかでも全然使えるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕海っていうよりかはこれ街っぽいなと思うので、海ってやっぱりショーツの丈が短ければ短いほどいいじゃないですか。で長ければ長いほど、なんかあの昔の中学生みたいな、こう丈が長ければ長いほど、なんかこう長くてハイビスカスの絵描いてる水着着てるのって大体中学生とかそんなんじゃないですか。だからまあ大人になればなるほど、まあ、スタイルを良くしてちょっと丈を短くするっていうのが、海はそんなイメージなんですけど、まあ、街中とかやったら別に短くする必要ないから、こういかにも街っぽいショーツなってるんちゃうかなっていうのがね、まあ、これはロフトマンのなんかオーナーさん、社長さんとか店長さんが決めて仕入れたって言ってたんですけど、そこもメンズ
だけなのにあえてレディース入れましたって言ってたところがすごいなと思ってね。今まで僕いろんなバギーズの比較してきて、バギーズショーツロングナチュラルとか、ワークマンからバギーショーツなんか出てますとかっていろいろ言ったけども、レディース全く見てなかったわと思って、これ盲点やったなと思ってね。でこれもしもう先にレビュー書いてはる方からしたら申し訳ないです。うわ気づかれたかと、うわこれ YouTube で言われたかと思うかもしれんけども、本当にね、まあ、いつかは何でもバレるんですよ。だから先に先行者優位で履いてはった方もいらっしゃると思うけども、まあ、何が先行者優位か分からんけど履いてはった方もいらっしゃると思うけども、そういうレディースを履いて、まあ、ユニセックスに、その男子やから女子やからとかそういうことじゃなくて、まあ、自分がちょっとゆったり履きたいなと思ったらね、こういうのもいいんじゃないかなというふうになってました。そんなのパタゴニアさんもっと言わなあかんよ、そんなもんね。こそっと出してたら全然僕ら気づかへんままやから、あこれええやんと思ったら、もうそのどんどん広告売っていかんと、雑誌とか僕一応確認してるから、いや男子こそレディースを履くべきなんて言って広告出してくれんと全然見えひんまま何年も経ってますので、またまたパタゴニアさんね、ぜひぜひレディースでもいいものを作っていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、本日はウィメンズのバギーズロングを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。